こんにちは。それでは午後の第2部を行いたいと思います。前回までで、数を数えますと9回ありました。あとですね、今5時ですね。あと4回やれると思いますので、合計12回、あ、違うな、9の14だから13回ですね。なんとか13回、合計13回やったとすればですよ、昨日までで12回やっております。合計25回です。これでようやく人並みになれるかなというふうに感じておるわけでございますけれども、まだまだやっぱり回数は少ないな。やはり100回ぐらいやらないとダメなんでしょうね。こういうプレゼンテーション練習会というのは。やはりですね、100回ですね、100回。そのうちの4分の1でした、今回4分の1。じゃあ、どれだけ成果があるかということでございますが、全くしないよりはまあいいと思っています。私自身は、なんといっても、まだまだ修行中の身、このプレゼンテーションについては特にそうですね。まだまだ修行の身だというふうに思っています。もともと才能がないわけですから、やはり練習しかないわけですね、実際はね。さて、どうなるでしょうか。皆さんぜひよろしければですね、明日、福岡市中央区天神にございます、アクロス福岡で、13時35分からプレゼンテーション、要するに、福岡ベンチャーマーケットでのプレゼンテーション。これはビジネスプラン発表会なんですけども、ここで発表会ので席、講談をさせていただきます。つまりプレゼンなんですけど、13時35分から約30分、14時5分までさせていただきますので、もしよろしければぜひ足を運んでいただければ大変幸いでございます。で、その際はですね、今回のこのプレゼンテーション練習では全くこの資料の内容をお見せしていません。ただ、この発表会では大きなプロジェクター画面でですね、実際ご覧いただきますので、より理解しやすい、より分かりやすいかなというふうに思う次第でございます。で、この福岡ベンチャーマーケット、明日1日ございます。と申しますのが、新製品の展示会、新商品の展示会も同時並行で行います。まあ、こちらの方がメインなんですけども、新商品の展示会は11時から17時まで行います。行われますので、ここでも展示させていただきます。こちらがメインなんですけども、これと一緒にですね、ビジネスプラン発表会があるというふうに考えていただければ結構です。このビジネスプラン発表会でもですね、あるいは新商品の展示会でも両方そうなんですけども、日本の以外の企業さんも出展あるいは発表されるという。まあ、福岡という街はやはりそれだけアジアに近い、開かれた街であるということは言えるんですが、韓国企業の方が、4社、5社、実際に出展されます。これ、そうか、もう一回展示させていただきます。これです。福岡ベンチャーマーケット。福岡ベンチャーマーケット。これで出展、まず出展、そしてビジネスプラン発表会で、発表、プレゼンテーションをさせていただくと。で、韓国の企業はですね、この裏側に載ってるんですが、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6社ですね、ごめんなさい。6社も実際は展示をすると。いうことでございまして、手前どもはビジネスプラン発表会同時に新製品の展示会というのも実際行うということでございます。ぜひよろしければですね、皆さんお足を運んでいただくと、より分かりやすくご理解できいただけるんじゃないかなというふうに申し上げでございます。それではこのプレゼンテーションの練習会、時間が差し迫ってます。で、早速、始めたいと思います。はい。あ、ストップ、ちょっと忘れるとこだった。皆さん、こんにちは。建機株式会社の森山と申します。今日は大変お忙しい中、わざわざお越しいただきありがとうございます。30分という短い時間でございますが、最後までお付き合いいただければ大変ありがたいということでございますし、また、ぜひ最後まで、ご視聴いただくことについてお願い申し上げます。なんかおかしいな、まあいいや。最後までご視聴いただき、最後までお付き合いいただければ大変ありがたい。ありがたいと思う次第でございます。これでいいや。はい、それでは早速プレゼンテーションを開始させていただきます。手前どもの今回の内容は、高水分率、水分率が多いバイオマス、あるいは有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、水分率が多い高水分率のバイオマス、あるいは有機廃棄物を化石燃料との代替燃料として使用し、熱エネルギー変換で熱風温水蒸気を発生させるシステムでございます。
なかなか高水分率、水分率が高いために利用がしにくいと言われてます、このバイマス。あるいは有機廃棄物をまずは乾燥を行い、で燃料化する。乾燥を行い燃料化し、それをバイマスバーナーで燃焼して、これを燃やすと。それによって、化石燃料の代替燃料として使用し、燃やした後は熱風蒸気温水を発生させるという、熱利用のシステムでございます。で、このシステムは乾燥機とバイマスバーナー、この2つのメインの機械で、メインの機器で成り立っておりまして、この組み合わせの一体化されたシステムでございます。このバイマス乾燥機、バイマスバーナー一体化されたシステムというのは、現在なかなか見かけないといいますか、ありません。それで、このシステム、この乾燥機あるいはバイマスバーナー、それぞれに特徴、特許出願済みでございまして、特徴があり、商品力、競争力ある商品でございまして、これを一体化した、組み合わせることによって、従来困難、難しいと言われています、高水分率、水分が高い、バイマス、あるいは有機廃棄物をの利活用、簡単にする、容易にするというシステムでございます。で、実際、乾燥あるいは燃焼テストを何回もいろんなもので繰り返しております。で、まず乾燥機、バイマス原料、高水分率のものを低温乾燥で乾燥させて燃料化する。それを従来にはない、開発されたガス化燃焼方式のバイマスバーナーで燃焼し、そしてそれを燃焼するんですが、従来の飛行式と違って、塊が発生しない、グリーン化が発生しないということでございます。まあ、詳しくは今後説明申し上げます。手前どもの会社、1964年、昭和39年創業でございます。販売を建機株式会社、そして、製造を、株式会社森山化学所、この 2社で経営を行っております。で、この2社とも経営者は、森山秀光、私の父でございます。現在年齢73歳、未だに現役で、元気バリバリで経営に携わっております。で、会社としては、今年で47年目を迎えるわけでございます。で、手前どもの会社の業務内容でございますけれども、産業機械機全般にわたって設計、製作、施工、メンテナンスと一貫したものづくり、製造業を営んでおります。お客様の要望に合わせ、まず図面を書いて、そして、製作という受注生産式、一品料式でございます。下請けというのは現在全くやっておりません。で、まあ、今後はですね、これからもそうなんですけど、環境分野ということで、2005年、東京都の企業と火を全く使わない乾燥機、ベルト式の汚泥乾燥機、の開発に着手しました。これがスタートしました。これが環境分野に進出した最初でございます。で、この一番最初のこのベルト式の汚泥乾燥機なんですが、火を使わない乾燥機なんですが、無事完成させ納品はさせていただいたんです。ただこの途中でですね、この東京都の企業、共同開発を一緒に始めた企業は倒産しました。結局手前どもだけで完成させて納品させていただいた経緯がございます。で、このベルト式汚泥乾燥機が最初なんですけど、今現在はですね、いろいろ改良を加え、実際はですね、二軸のスクリューのスパイラル式の乾燥機の形態をとっての構造になっておりまして、これについて言えば、当初のベルト式汚泥乾燥機に比較するとですね、約乾燥効率が 50%、50% アップしています。で、この 50% アップした、この、乾燥機、これも火を使わず、火を全く直接かけない乾燥機でございまして、2009年12月、福岡県森林林業技術センターさんの提案協力により、木材カークン、火を使わない乾燥機、木材カークンを開発させていただきました。この木材カークンは、木材チップ等の木材固形物を火を使わずに乾燥できるという乾燥機でございまして、これについては特許出願させていただいています。次に、これをまた進歩、これをさらに進歩させた形で、木材固形物から付着性の強い汚泥かすまで何でも乾燥できる、何でも乾くんを開発させていただきました。これについては2010年、昨年度ですけど、
九州、地域産業地域リサイクル産業交流プラザ、略称 KLIP と申しますけれども、ここは九州の環境に特化したグループでございますけれども、ここで販路開拓プロジェクトに採択されました。でこのシステムはですね、燃料化システムについては2010年4月、MIS と販売調印を結んだ、これがシステムの最初でございます。これからスタートしました。で今回皆様にお願いしたいのが業務提携あるいは販路拡大でございます。実際はですね、このシステムの構成の乾燥機あるいはバイマスバーナーそれぞれに実績はございます。ところがこれを組み合わせたシステムではですね、現在のところ実績ございません。それでぜひ皆様方にはさらなる展開を図る意味で業務提携をお願いしたい。それともう一点はですね、このまだ納入実績がない、実績がなくてもそれでもいいと、あるいはですね、1号機でもいいというお客さんいらっしゃいます。そういうお客さんに対しての販路拡大ということで、業務提携、販路拡大をぜひと皆様方にお願いしたいということでございます。で、手前どももこのシステムに関しては現在もそうなんですが、メディア掲載、マスコミ掲載、展示会の出展、あるいはセミナーでのプレゼンテーション、あるいはネットを積極的に活用する、例えばですね、ユーストリーム、動画走行配信での活用、あるいはですね、技術面では大学での技術支援等を活用してますが、今後も積極的に推し進める、手前ども推し進める、それに伴い皆さん方にぜひともご協力、業務提携、販路拡大でのお願いしたいということでございます。でどういったものが燃料化できるのかということでございますが、降水分率のものでもこの図に図を示しています。図を示させていただきます。これは農水省の図でございます。降水分率であっても手前どものシステムは容易に処理できるということで、まず家畜糞あるいはここに掲載されています下水汚泥、汚泥に関しては有機汚泥すべて燃料化対象でございます。対応で、ね、燃料化は対応可能でございます。あるいはですね、何かありましたっけ、あ、ごめんなさい、食品廃棄物、降水分率の食品廃棄物、あるいは未利用バイマスでは認知断剤、間伐材でございますけれども、特に間伐材に関して、認知断剤間伐材に関しましては、これについては国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。それでこのシステムでこの利活用、林地残材の利活用ができれば森林再生に役に立つのではないかという思いがございます。で、システムのフローズでございます。このフローズはまず乾燥機がありまして、ここでバイオマス原料、降水分率のものを乾燥させる、そしてバイオマスバーナー JURL で燃焼する、でボイラーで熱変換を行い、熱風温水蒸気を発生させるというシステムでございます。このシステムの大きな特徴ございます。これは何かと申しますと、熱源、要するに乾燥の熱源、乾燥の熱源をこのシステム内の排熱を利用する、排熱を利用したこの乾燥ということでございます。この乾燥というのは必ず熱源、熱が必要でございますけれども、わざわざ新たに他から持ってくるんじゃなくて、このシステム内の熱をリサイクルで使おうと、熱リサイクル、つまりサーマルリサイクルでの排熱利用での乾燥ということを言います。このシステム自体は資源リサイクルでの利活用の一つと言えます。資源リサイクルでの利活用のシステムというわけでございますけれども、このシステム内部で言えばですね、サーマルリサイクルのシステムということが言えるわけでございます。で乾燥あるいは燃焼テストを繰り返し行っている、降水分率の原料を燃料化し、まず乾燥して燃料化すると、そしてそれをバイマスバーナー、ガス化燃焼方式で新しい燃焼方式のバイマスバーナーで燃焼し、それはクリンカー、つまり塊が発生しないということでございます。で、この化石燃料、要するに化石資源燃料化の意義でございます。化石燃料代替燃料化の意義でございます。有機廃棄物、例えば有機廃棄物は現在の処理の方法としては、セメント工場で処理する、あるいはですね、産廃処理工場で、化石燃料で燃やす、あるいは資源リサイクルとして、肥料、堆肥、飼料という利用がされています。
ただ、すべてが利用されているわけじゃなくて、やはり、埋め立て、捨てられているというのが実際でございます。で、このシステム、この導入していただいた後にはですね、この、化石、まず化石燃料、代替燃料として使えますので、化石燃料枯渇の対策、あるいはバイマスというものはカーボンニュートラルで CO2 が増えないということでございますので、地球温暖化防止の貢献、あるいはですね、埋め立て、廃棄物最終処分場の確保、埋め立て地の確保というのは今現在なかなか難しいというのが現状でございます。それでこのシステム、廃棄物を減らす、あるいはなくすということでございますので、その解決につながればということでございます。で、大きな枠組みではなく、小さな枠組みで見た場合、一つの工場で見た場合、このシステムを導入した場合のメリットでございます。一つが化石燃料の、化石燃料の削減、もう一つが産業廃棄物の削減、この2点が、ございます。で、まず化石燃料の削減はもちろんその費用が削減できるんですが、それに伴い CO2 削減できます。ということは、排出権取引の取得が可能であるということ。それと、この、もう一点。産廃費用は、産業廃物を減らすことができますので、当然、産廃費用を減らすことはできるんですが、それに伴い環境保全につながり、これは、対外的にアピールできる。企業 CSR として、環境に良いことをやってるということでアピールができる。あるいは ISO の14000、環境 ISO でございますけれども、これに役に立つということが言えるわけでございます。で、コスト計算でございます。このシステムは競合他社は今のところございません。それで、産廃費用との費用対効果の比較を行っております。これは実際に乾燥あるいは燃焼テストを行った後に、そのバイマス原料、有機廃棄物の燃料、原料そのもの、それぞれに実際はコスト計算を行っております。今回のこの資料でのですね、提示させている内容は、例えばの例で乾燥前100キロ、時間帯100キロのお出があると。それを実際システム導入した場合、イニシャルランニングを考えて、産廃費用と比較するということでの計算でございます。実際に計算結果は、コスト計算グラフで提示させていただいてます。約5年でございます。5年で焼却する。これで5年後は利益が出てくるということでございまして、これをさらに詳しく、コスト計算を折れ線グラフで提示させていただいてますけど、損益分岐点という名称を使ってますが、やはり5年。5年で焼却できる。これで採算アウトということでございます。で、共同開発会社は MIS という会社でございまして、設立が平成の19年、ベンチャー企業でございます。ここの企業はバイマスバーナーについてはすでに、特許出願しているで、手前どもの会社も特許は出願しております。で、知的所有権ということがありますので、福岡県知的所有権センターの仲介に入っていただいた上で販売契約を調印させていただきました。これが2010年の4月でございますが、ここが、このシステムの始まりでございます。で、このシステムの販売、開発販売体制でございます。手前どもの会社と MIS で開発、このシステムの開発、あるいは販売、あるいは提案ということでございますが、技術的な面については、九州大学に入っていただいて、いろんな支援をいただくとおります。それは、バイマス、熱、乾燥でございます。あるいはですね、木質に関しては、福岡県森林林業技術センターさんに協力いただく、あるいはですね、知的所有権については、福岡県知的所有権センター、さんに支援をいただいてまして、あとこのシステムは CO2 削減につながる。このシステムを導入すると CO2 削減につながります。これは排出権取得が可能でございまして、国内であれば国内クレジットの制度活用が可能でございます。それで国内クレジットの専門員の方にご協力いただいた上でこのシステムを提案し、導入していただいた後にはですね、国内クレジットを取得していただき、そしてその国内クレジットの、国内クレジットで、大企業に販売していただくということも可能でございます。で、まず乾燥機、この乾燥機の特徴でございます。手前どもの乾燥機について言えば、特に3件出現しております。
最も大きな特徴は火を使わないということでございまして、火を直接かけない乾燥機でございます。その上に木材固形物からおでかすまで、すべて木材固形物からおでかすまで、付着性の強いものまで乾燥ができるというのが大きな特徴でございますし、あるいはですね、二軸、この構造は二軸でスパイラル状の羽があるんですが、この羽にですね、まずですね、木材固形物であれば引っかからない構造、あるいはですね、この羽にですね、付着性の強いものは引っつかないという構造、特殊な構造の羽でございます。これを解説させていただきまして、それで木材固形物からおでかすまで、付着性の強いまで乾燥ができると。確実に乾燥できて排出できるということが言える。確実に排出乾燥ができるわけでございます。そして、構造が簡単、メンテナンスが非常に楽ということ、あるいはですね、コンベア式です。連続式のコンベア式です。周辺の搬送機器が最小限で済むということも言うことができます。で、このシステム、この乾燥機、このシステムに対しては、まず、ここで必ず申し上げないといけないのが、低温乾燥である。低い温度で乾燥ということでございます。低い温度の乾燥でございますので、有機廃棄物、あるいはバイマスという中に含まれている燃焼分、有機分ですね。この有機分が乾燥時に飛ばない、飛んでいかない、要するに有機分が揮発しないというのが言えます。そういうことで、この乾燥機は燃料管理にとても最適ということが言えるわけでございます。続きまして、これが実際の乾燥前、乾燥後の写真でございます。木材固形物からおでかすまで全て乾燥は可能であると。で、他の機種との比較としましては、この乾燥機、木材固形物からおでかすまで、乾燥できる、まず1点、それともう1点、低温乾燥である、この2つがこの乾燥機の特徴でございますけど、これについては他には見当たらない特徴でございます。で、すでに新聞掲載していただいているんですが、農経新報、そして日刊工業新聞に実際掲載いただきました。次に動画でございます。で、このシステム、この乾燥機の大きな特徴はですね、まずこれは、まずこの木材ジップを投入しています。この動画で今、木材ジップを投入しているんですが、投入装置もこれ新たに開発させていただいてまして、木材固形物がおでかすまで何でも投入ができます。というのが、木材固形物であればですね、粉砕機能で粉砕してしまう。あるいはですね、おでかすとの付着性の強いものであれば、決して詰まらない構造になっているというのが大きな特徴でございます。で、本体、乾燥機の本体でございますが、先ほどご説明申し上げた二軸でスパイラル状の羽が入っております。この羽にですね、木材固形物だったら引っかからないような構造、あるいはですね、付着性の強いおでかすであればですね、回転ぐるぐる、あんまゆっくりなんですけど、付着しない羽、特殊な付着しない羽を開発させていただいてまして、それにより木材固形物から付着性の強いもので乾燥、おでかすまで乾燥、それも低温乾燥ができるという、そういった乾燥機でございます。直接火をかけません。直接かけないで乾燥することができるという乾燥機でございます。とにかく火をかけないで乾燥できる。そしてこの乾燥した後は、化石燃料の代替燃料として使える。これそのものが燃料として使えると。乾燥した後、この乾燥した後は燃料化ということで、燃料として使えるわけでございます。こういった付着性の強いおでまで全て難なく問題なく乾燥できるということであります。すいません、時間ございませんので次に行きます。で、次にバイマスバーナーの特徴でございます。これはすでに特許出願させていただいています。このバーナー、大きな特徴、まずですね、火床がない、火光子がないというのが大きな特徴でございます。火光子がないためにですね、完全燃焼に近い形で燃えるというのがございまして、火光子がないための大きな特徴、燃えた後にですね、塊が残らない、塊がない、これは有形固形物といって、クリンカーと申しますけども、通常のバイオマスバーナー、必ずこの固形物が残ったんですね、それが全くも残らないというのが大きな特徴、まず大きな特徴でございますし、それに伴って、通常はバイオマスバーナーというのは木質のチップペレット等ぐらいしか燃やさなかった、もうチップペレット。ところが、このバイオマスバーナーはですね、さまざまなものが燃やせる、チップペレットはもちろんなんですが、竹、従来燃やせなかった竹、樹皮、あるいはですね、おで、家畜糞、糖もすべて、生ゴミなんかも燃やせますね。生ゴミ、あるいは RPF、すべて燃やせると。で、最も大きな特徴、なんといっても、混在燃焼ができると、飛行士がなく混在燃焼ができるというのが大きな特徴でございます。
続きまして、これは実際の実績の写真でございます。バイマスバーナー、温水管で使われる。この真ん中の写真、上の写真はですね、これは熱プリを、廃菌症を燃やして熱プリをしている、という図でございます。あ、写真でございます。で、この従来品と比較でございます。なんといっても、飛行士がないガス化燃焼方式をとっています。従来は火床があって、そこで燃やすんですが、このバイマスバーナー、従来については、ガス化燃焼方式と新しい方式で、火床がございません。飛行士がない。それに伴って、クリンカー、つまり有形固形物、塊が残らない。燃やした後に塊が残らないということが大きな特徴でございます。それにより木材従来であればもう木質のチップレット等ぐらいしか燃やせなかったんですが、このバイマスバーナーに関して言えばですね、木質のペレット、チップ、他に竹、樹皮、木の皮なんかも難なく燃やせる、あるいは形状を問いません。固形物から粉体状のものまで全て燃やせる、あるいはですね、灰が少ない、従来のこのバイマスバーナー、火床式に比較すると、飛行式に比べるとかなり少ない、未燃物が少なく、そして灰も少ないというのが大きな特徴でございます。で、実際の動画でございます。化石燃料は一切使っておりませんというか、その、燃料自体が、バイマス原料自体が燃料になるということでございますので、化石燃料は必要なく燃やせると、それ自体が燃料になるということでございます。クリンカーが発生しない、完全燃焼に近い形で燃やせますので、クリンカーが発生しない、あるいはですね、灰がなかなか少ない、灰が発生量が少ないということが言えます。実際にこれが燃えている動画でございます。続きまして、粉体状の汚泥でございますね。廃棄物としての汚泥、これも燃やせると。これについてもクリンカー発生せず、完全燃焼に近い形で燃やせるということでございます。そして未燃物、未燃物は少ないということでございます。次いきます。で、このシステム、すでに新聞掲載いただいてます。日刊工業新聞に掲載いただくとともに、九州経済産業局の調査報告書で、すでに掲載いただきました。あるいは経済雑誌、福岡経済、あるいは、福岡経済では私ども手前ども会社、そして MIS、両方別々に掲載いただいた。あるいはですね、週刊経済でも掲載いただきました。で、手前ども現在のところ、このターゲット、このシステムのターゲット、販売先としましては、食品工場と産廃工場を絞っています。ただ、このシステムは今現在に、その2つ分野絞ってますが、いろんな分野、今後展開できるというふうに考えております。まず、考えています。今現在はただ2分野に絞っているというだけでございます。まず、食品工場。食品工場に言えば、食品工場は必ずっていいというほど温水、あるいは蒸気を利用しています。それで、これは温水利用でのシステム利用でございます。システムの利活用でございます。発生する汚泥に関しては、排熱でまず乾燥を行います。乾燥後は燃焼、燃料として使うんですが、これについては、凝集剤等が、汚泥の場合、凝集剤等が混ぜられておりますので、なかなか完全燃焼が難しいという点がございます。それで、木質と木材と木質との混合で燃焼させて、そして熱を発生させるということでございます。で、熱を発生させて、温水を発生させ、工場内利用、あるいはですね、蒸気のもとによって使う、温水発生の装置ということでございます。ただ、灰は発生します。灰は発生するんですが、これ、有機、食品汚泥の有機の汚泥の灰でございますので、実際は農家還元というのも可能でございます。農家還元できれば、実際はですね、廃棄物が全くなくなる。廃棄物がなくなってしまうゼロミッションということができます。続きまして、産廃工場でございます。産廃工場について言えばですね、これも温水利用での考えでございますが、この温水を工場内利用、あるいはですね、乾燥機、排熱利用の乾燥機なんですが、それに新たな熱源として持っていくというのも可能でございます。で、産廃工場の場合は、廃木材、廃材が入ってきます。それを利用できるということでございまして、汚泥は完全燃焼、要するに、完全燃焼できるんですけど、汚泥に関して言えば安定燃焼が難しい。凝集剤とか混ぜられてますので、なかなか安定燃焼が難しいんですけども、そういった廃棄されている木材、廃木材を一緒に利用して燃やせると、燃焼させると。それによって温水を発生させ、工場内利用、あるいはですね、乾燥機に持っていくと。乾燥機は排熱を利用して乾燥させるんですが、それにプラスして、ね、温水も持っていけるということのシステムでございます。で、
テストは何度も繰り返しているということでございまして、高水分熱のものをそのまま投入して燃料化をする。低温乾燥で燃料化する。そして燃焼。バイマスバーナーガス化燃焼方式の新しい方式で燃焼させて、クリーン化塊が発生しないということでございます。で、手前どものシステム、これはですね、やはりコストが一番のポイントでございます。コストがいかにコストの点で優位に立てるかということでございますが、社会的背景としましては、この化石燃料対策、枯渇の対策につながる、あるいは再生可能エネルギーでございます。エネルギー政策の点で言えば、今後、今後は追い風であると。あるいはですね、エネルギーの分散化、地産地消での利用が可能でございますので、地域産業の発展、あるいはこういうの促進につながればという思いでございます。地球温暖化防止、これは CO2 排出、カーボンニュートラルで CO2 削減につながります。そして資源リサイクル、大量消費、大量生産の時代から持続可能循環型社会形成に役に立てばという思いでございます。そして大気汚染の防止、化石燃料のを燃焼させるとノックソックスが発生します。このバイオマス原料を燃やしたとしてもノックソックスの発生は少ないというのが実際でございます。そして、再生可能エネルギーというのは国内だけでございません。海外にももう積極的に利活用しようという動きがございます。そういった意味でこのシステム、日本だけじゃなくて海外でもシステム展開が可能ではないかというふうに考えております。ぜひとも業務展開、あるいは販路拡大でのお願いを申し上げます。今回これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。27分、2分過ぎました。どうしても時間内に収まらないですね。もうちょっと短くしていきましょうか。そうですね、短くしてみましょう。さあ、じゃあ行きましょうね。2回目、午後の第2部の2回目いきましょう。あれ、音楽なりました。なんでこれ、何やってんだこの人。あれ、本当音楽なりました。なんでこれ。よし、これいいな、いいですね。さあ2回目いきましょう。午後の第2部の2回目です。午後はですね、4回行こうと思ってますので、5時半ですね、7時まで終わりますね。それからちょっとまた仕事します。今忙しいんですよ、ずっと。皆さんいかがですか？忙しいですか？バタバタしてます。あれ？ストップウォッチおかしいな。よし。皆さん、こんにちは。ケーキ株式会社の森山と申します。今日は大変お忙しい中、わざわざお越しいただきありがとうございます。30分という短い時間でございますが、最後までお付き合いいただき大変ありがたいという思い次第でございます。それでは早速、プレゼンテーションさせていただきます。今回の手前ども内容はですね、高水分率バイマス、有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、高水分率、水分率が多いためになかなか利活用されないバイマス、あるいは有機廃棄物を化石資源、化石燃料代替燃料化として利活用しようというシステムでございます。このシステムはまず高水分率、なかなか高水分率、水分が多いためになかなか利活用されないバイマス、あるいは有機廃棄物をまず乾燥させ、これを燃料化し、それをバイマスバーナーで燃焼すると。燃焼してその熱エネルギーを利用して熱風温水蒸気を発生させる、そういったシステムでございます。現在のところこのシステム、主要な機器としては乾燥機とバイマスバーナーでございます。このバイマス乾燥機とバイマスバーナー組み合わされた一体化されたシステムというのは現在なかなか見かけないというかございません。それでこの乾燥機、バイマスバーナー、それぞれ特許出願しておりまして、商品力、競争力十分にある商品でございます。この競争力のある、十分に商品力のあるこのバイマスバーナー、あるいは乾燥機を組み合わせ一体化させることによって、従来利活用がなかなか困難、難しいと言われてました高水分率、水分が多いバイマス、あるいは有機廃棄物をの利活用を容易に簡単にするという、そういったシステムでございます。で、実際いろんなテストを繰り返してます。いろんなものでテストを繰り返してるんですが、まず乾燥機で高水分率のものを乾燥させ燃料化する、それも低温乾燥ですると。そしてこれについてはバイマスバーナー、ガス化燃焼方式と新しい燃焼方式を取ったバイマスバーナーで燃焼する。で、これについてはクリーン化発生しない、
詳しくは後ほど説明申し上げますが、従来は燃焼後に塊が残った、塊というか、溶融固形物が残ったんですが、これは残らないという、こういったバイマスバーナーでの燃焼テストを繰り返すということでございます。で、手間の会社、昭和39年、1964年創業でございます。今現在は販売を建機株式会社として製造を株式会社森山工作所、この2社で経営を行っております。2社とも経営者は森山秀光、私の父でございます。現在年齢73歳。未だに現役でバリバリでございまして、この社歴としましては47年という社歴でございます。社歴としては47年目を迎えました。47年目を迎えました。で、手前どもの業務内容でございます。産業機械機器全般にわたりまして、設計、製作、施工、そして、メンテナンスと一貫したものづくり、製造業を営んでおります。お客様の要望に合わせて図面を書いて製造するという受注生産式、一品料理式でございます。現在のところ下請けというのは全くやっておりません。で、これからは環境分野ということで、現在から言いますと、6年前に東京都の企業と共同開発という形で、ベルト式の汚泥乾燥機、火を使わない、火を直接かけない、ベルト式の汚泥乾燥機の開発に着手しました。これが、環境分野の進出の第一歩でございます。無事、開発、そして納品させていただいたんですが、この途中でですね、この東京都の企業、途中で倒産しました。で、結局は手前どもで、無事納品させていただいたという経緯がございます。今現在はですね、この乾燥機、二軸式のスクリュー式の乾燥機でございますけれども、これはですね、当初に比べるとかなり改良を加えています。改良を加えた上で二軸式のスクリュー式の乾燥機、それも火を使わない乾燥機を今現在は製作しておりますが、これにより乾燥効率が 50% アップしています。50%。50% アップしています。これについて言えば2009年の10月、9年の12月、福岡県森林林業技術センターさんの提案協力により木材家具、火を使わないで木材固形物を乾燥する木材化学を開発させていただいて、それをまた進歩させていただく形で、木材固形物から、汚泥かす、付着性の強い汚泥かすまで、それも火を使わずに何でも乾燥できる、何でも化学という乾燥機を開発させていただいて、それについては2010年、昨年度ですけど、九州地域環境リサイクル産業交流プラザ、略称 KLIP と申しますが、ここはですね、九州の環境に特化した産学科のグループでございます。ここに販路開拓プロジェクトに採択されました。で、手前どもこの今回のシステム、提案させていただいたシステムについてはですね、2010年4月にですね、MIS 販売契約を調印した。これがサードライン始まりでございます。で、手前ども、皆様にお願いしたいのはですね、業務提携、販路拡大でございます。実のところ、乾燥機、あるいはバイマスバーナー、それぞれに実績はすでにございます。ところがですね、この一体化されたシステム、この一体化したシステムとしての組み合わせされたシステムとしては、今のところ、現在のところ、実績ございません。それで皆さん方にぜひ今後の展開を図る上で業務提携のお願い、そしてあとはお客さんにとっては、お客さんエンドユーザーによってはですね、エンドユーザーさんにとってはよってはですね、1号機でもいい、要するに納入実績がなくてもいいということで導入を検討されるお客さんもいらっしゃいます。そういうお客さんに対しての販路拡大という形、業務提携と販路拡大でのお願いでございます。手前でもこれ積極的に実際のところ現在もやっております、今後もやるですが、まずメディア掲載、あるいはマスコミ掲載を、あるいは展示会の出展、あるいはセミナーのプレゼンテーション、インターネットの存分なる活用、具体的に例で言えばユーストリーム、動画速報配信等の積極的な活用、そして大学の技術支援を上げると推し進めております。今後もですね、この積極的にこのアピールという、あるいは技術支援ということでの技術的な面での推進というのは存分に図っていこうと思っています。そういった意味でも皆さんにぜひご協力、業務提携あるいは販路拡大のご協力をお願いしたいというふうに思います。バイマス原料、どういったものが燃料ができるかということでございますが、放水分率のものでもそのまま利用で利活用できるわけでございまして、これは農水省の図でございます。家畜糞、あるいはですね、下水汚泥に関して言えば、汚泥であればですね、有機汚泥、何でも燃料が可能でございます。あるいはですね、放水分率の食品、廃棄物、あるいはですね、未利用バイマスと言われるの筆頭でございます。林地難材、今現在、国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。そういった意味合いで、この林地難材を利活用することが森林再生につながればという思いがございます。
で、フローズでございます。これは乾燥機、バイマスバーナー、ボイラーというシステムがございまして、まず乾燥機にバイマス原料、高水分のズムを入れると。それで乾燥させて燃料化し、バイマスバーナーで燃焼すると。そしてボイラーで熱風温水蒸気を発生させるというシステムでございますけれども、これについて言えばですね、実際のところ、大きな特徴ございます。このシステム内の大きな特徴はですね、排熱を利用すると、乾燥機に排熱を利用するという大きな特徴でございます。わざわざ新たにですね、熱源を新たに、作り出して、それを乾燥機に持っていくわけではない。乾燥には必ず熱源が必要なんですけども、熱が必要なんですが、それについてはこのシステム内の排熱を利用すると。つまりサーマルリサイクル、熱のリサイクルでございます。このシステム自体は資源リサイクルの利活用でございますが、このシステム内部についてはサーマルリサイクルでございます。で、乾燥テスト、あるいは燃焼テストを繰り返す。で、高水分率のものを低温乾燥で乾燥させ燃料化する。そしてそれをガス化燃焼方式、新しい燃焼方式のバイマスバーナーで燃焼させると。で、クリンカーが発生しないと。これは、火起こしがない、新しい燃焼方式のガス化燃焼方式でクリンカー発生、塊が発生しないということでございます。で、この有機廃棄物、化石燃料、代替燃料化の意義でございます。例えばですね、有機廃棄物であれば、有機廃棄物で言えばですね、現在のところセメント工場にまず持っていく、あるいはですね、産廃工場での、化石燃料での燃焼、あるいはですね、あるいは資源リサイクルで堆肥、あるいは肥料、そして飼料という利活用ということもございますが、すべてが利用されているわけじゃなくて、実際のところ、やはり埋め立て、捨てられているのが現実でございます。このシステム導入することで何が言えるかということでございますが、まず化石燃料、代替燃料として使います。この資源、このバイマス、あるいは有機廃棄物そのまま使うということで、化石燃料の枯渇の対策、あるいはバイマスです。これはカーボンニュートラルで CO2 の削減につながります。地球温暖化の防止の対策。あるいは廃棄物を減らす、あるいはなくすということでございますので、これは最終処分場の確保が問題視されます。なかなか確保は難しいんですけども、それの解決につながればという思いでございます。で、大きな枠組みじゃなくて小さな枠組みとして、工場内、一つの工場内と見た場合に、このシステムは2つのメリットがございます。2つのメリット。1つが、化石燃料の削減、もう一つが産業廃棄物の削減でございます。化石燃料の削減、費用はもちろん削減できるんですが、それに伴って CO2 の削減につながります。これは排出権取引、排出権の取得の可能、あるいは産廃費用は、産業廃棄物削減は当然産廃費用の削減なんですが、それに伴って、対外的に企業アピールができる、環境に良いことをやっている、環境保全で良いことをやっているということで、対外的にアピールできる、企業 CSR でございます。あるいは環境 ISO で1万4000円が取得が容易になるということを言えるわけでございます。で、コスト計算でございます。現在のところ、このシステムの競合他社はいません。今現在はですね、産廃費用との比較、産廃費用との費用対効果でコスト計算をやっております。これについては具体的な例を示しておりますが、実際はですね、実際にテストを行って、それぞれにコスト計算をやっているのが実際でございます。で、この場合で言えばですね、100キロ、時間帯100キロのお出を処理する場合はですね、このの産廃費用と比較して、コスト、要するにイニシャル、設備のイニシャルコスト、あるいはランニングコストをでの費用対効果を 見た上でコスト計算をやるということでございます。実際のこれがコスト計算のグラフでございます。約5年でございます。で、詳細な折れ線グラフで示してますけど、損益分岐点と書いてありますが、約5年で消却すると。5年以降は利益が出てくるという計算でございます。で、この共同でやっているバイマスバーナーのメーカーでございますけれども、ここは平成19年設立のベンチャー企業でございます。バイマスバーナーについては、すでに特許出願されています。手前どもの乾燥機についても特許出願しているということでございまして、で、特許出願してますので、仲介に福岡県知的所有権センターに入っていただいて、販売契約の調印を結んだというのが2010年4月でございます。ここで始まりでございますが、実際は共同開発も実際行っているということでございます。で、手前どものシステム、このシステム開発販売体制でございます。手前どもの会社とこの MIS で共同開発、あるいは提案販売を行っているんですが、一つ、イエス面ではですね、バイマス熱乾燥ということで九州大学に入っていただいている、あるいはですね、目視台では福岡県知的所有、福岡県の森林林業技術センターさんの支援をいただいている、あるいはですね、知的所有権については、福岡県知的所有権センターさんにご支援いただいている。
そしてですね、このシステムを導入した、していただくと CO2 削減につながります。これは何かと言いますと、廃止権取得が可能でございます。国内で言えば国内クレジット制度の利活用、国内制度の活用ができますので、国内クレジット制度の専門医の方にご協力いただいています。実際提案活動させていただいて、これは、導入した後にはですね、国内クレジットが取得でき、それが企業に対して販売できるという、ことも可能でございます。で、まず乾燥機についての特徴でございます。この乾燥機は何といっても東京出願させていただいているんですが、3件させていただいていますが、火を使わずに、火を直接かけずに乾燥できるというのが大きな特徴でございます。そしてこの乾燥機、木材固形物からおでかすまで、全て付着性の強いおでかすまで何でも乾燥できるというのが大きな特徴でございまして、付着性のない羽、これはですね、この乾燥機、二軸の軸があって、それにスパイラル状の羽がついているんですね、二軸とも。これ回転しながら乾燥して排出するんですが、この羽が特殊ございまして、まず木材固形物が引っかからない、この羽に引っかからない構造、あるいはですね、もう付着性の強いもの、オデカス等はですね、この羽に引っつかない構造になっています。これが大きな特徴で乾燥できるということでございまして、非常に構造が簡単です。メンテナンスが楽ということ、あるいはですね、コンベア連続式のコンベア式です。搬送機器が最小限に済むということが言えます。で、これについてはですね、燃料管理で最も大きな特徴がございます。これは何かと言いますと、低温で乾燥、低い温度で乾燥できるということでございます。低温で乾燥できるということはですね、有機分、つまり燃える、この原料内に含まれる有機分、燃える有機分がですね、燃えるに必要な、燃える燃焼に必要な有機分がなかなか飛ばない、飛んでいかない、有機分が揮発しないというのが大きな特徴でございまして、そういった意味でこの乾燥機はですね、燃料化に最適ということが言えるわけでございます。で、これは実際の写真でございます。木材チップから、要するに木材固形物からおでかすまで全て問題なく乾燥できるということで示した写真でございます。そして他社機種と他の製品との比較でございます。この乾燥機、木材固形物からおでかすまで、付着性の強いおでかすまで乾燥できるんですが、それにプラスして低温乾燥でできるというのが大きな特徴でございます。これは他の製品には見当たらない特徴でございます。で、新聞掲載していただいてます。農経新聞、あるいはですね、日刊工業新聞に掲載いただきました。で、次に動画でございます。これは最初に木材、水分率が多い木材チップを乾燥しているんですが、一気に投入というふうに、文字を載せてます。これはどういうことかと申しますと、投入装置。この乾燥機本体別に投入装置があります。これは投入するところなんですけど、この投入装置はですね、木材固形物から付着性の強いおでかすまで全て投入一気にできます。というのがですね、この木材固形物であればですね、この投入装置、粉砕ができる。粉砕しながら投入できる。あるいはですね、この、付着性の強いおでかすでも全く詰まらないで安定的に供給できる。定量的に供給できる。というのが大きな特徴でございます。そして本体については先ほど申し上げた二軸があって、軸があって、それにスクリュー状の羽がついています。それが回転することによって搬送、乾燥、そして排出するんですが、これについて言えば付着性のない羽、そしてですね、木材固形物なので引っかからない羽の構造になっているというのが大きな特徴でございます。で、この燃料後、乾燥後は燃料化されて、これはですね、燃料として使う、化石燃料の代替燃料として使うということができるわけでございます。はい、次に行きます。続きまして、バイマスバーナーの特徴でございます。これについても特許、実はすでに出願させていただきますが、飛行士がございません。飛行士がない。ということが全く新しい特徴でございまして、他にはない特徴でございまして、ガス化燃焼方式をとっております。ガス化燃焼方式。で、これことにより大きな特徴、クリンカーが発生しない。これは何かと言いますと、有形固形物、燃焼後の塊です、塊。通常ですね、バイマスバーナー、火床式であれば塊が発生するんですね。これが大きな問題になっているんですが、このガス化燃焼方式のバイマスバーナー、従来あるについては、この塊が一切ないと。一切ないというのが大きな特徴でございます。で、従来のバイマスバーナーはですね、実際のところ、木質のペレット、チップ等ぐらいしか燃やせませんでした。ところが、このバイマスバーナー、いろんなものを燃やせます。いろんなもの。もちろん木質のチップレート燃やせるんですが、粉体状のものまで燃やせます。あるいはですね、木質といえば竹、樹皮、木の皮ですね。あるいは木の皮を燃やせるでしょう。そして、他にはですね、家畜糞、おでまで、そして生ごみ、RPF まで燃やせるということでございます。それで最も大きな特徴、何かというと、混在燃焼ができるということでございます。
実際にこれ導入後の写真でございます。温水管、温水ですね、温水発生、そして真ん中の写真はですね、これは排菌床ネプリオということでの実績でございます。で、他製品、従来製品との比較ということで載せてますけど、やはり火床がない、飛行士がない、ガス化燃焼方式のバイマスバーナーでございます。それは全く新しい燃焼方式でございまして、ガス化燃焼方式によって完全燃焼に近い、完全燃焼に近い形で燃やせると。それによってクリンカー、塊ですね、燃えた後の塊が発生しない。従来は発生して問題になってたんですね。これが発生しないということ、そしていろんなものが燃やせると。粉体状のまで形状問わずにいろんなものが燃やせる。従来燃やせなかった竹、あるいは樹皮、あるいはですね、粉体状のもの、先ほど申し上げた生ごみ、あるいはおで、そういうものも全て燃やせると。そして灰の発生量が少ないというのも大きな特徴でございます。未燃物が少ない、つまり完全燃焼に近い形で燃えますので、未燃物が少なくて灰の発生量が少ないということが言えるわけでございます。で、次に動画でございます。この乾燥されたものそのものが燃料になるということで、このバイマスバーナーで燃やす、そして熱エネルギー変換で温水の、温水、ね、温水あるいは熱風あるいはですね蒸気を発生させるということでございます。これ実際燃えているところでございまして、クリンカー発生しない、ということでございます。クリンカーつまり、燃えた後の塊が全く発生しないというのが大きな特徴でございます。より完全燃焼に近い形で燃えるということですね。ガス化燃焼式ですね、火床がない、火床がなくて完全燃焼ができる、つまりガス化燃焼方式で新しい方法を取っている。これがおで、これ粉体状のおでですね、これも直接この入れているところですけど、燃えてます。クリンカー発生しない、完全燃焼に近い形で燃える、つまり火床がなくてもこうやって燃えると、火床がなくても燃えるガス化燃焼方式を取っていると、よく燃えてますということでございます。これがバイマスバーナーの動画でございます。で、この燃料ガスシステム、実際のところすでに新聞掲載していただいてます。日刊工業新聞に掲載いただきました。あるいはですね、九州産業経済、九州産業、九州経済産業局さんの調査報告書に掲載いただきました。あるいはですね、経済雑誌、福岡経済に関しましては、手前の会社、そして MIS 両方別々に掲載いただいた、あるいは周回経済でも、掲載いただきました。で、まず食品工場と産廃工場、今現在はですね、2つの分野にターゲットを絞っています。いや、2つのターゲットに絞っていますが、今後はさらなる展開は十分に可能だというふうに考えています。ただ 今現在はターゲットを2分野に絞っているということでございます。まず食品工場と、それと産廃工場でございます。食品工場、まず食品工場のこれフローズを書いてますけども、食品工場に言えばですね、やはり温水をほとんど利用する、温水を必ず利用する、あるいは蒸気を利用するためのその元湯としても利用できるということで、温水を発生させています。排熱で、乾燥させる、まずおでを乾燥させるんですが、それを燃料化すると。それ燃料として使うんですけども、おでとはですね、凝集剤が含まれている、添加剤、必ず、薬品等が含まれています。この凝集剤によってですね、実際のところ安定燃焼、安定的な燃焼がなかなか難しいというのがございます。それで木質を混在燃焼する、木質も一緒に混ぜて燃焼させると。それによる温水を発生させる、で、その排熱を利用して乾燥させるんですが、やはり灰は発生するんですね。灰は発生するんですが、これについてはですね、食品工場の有機おででございますので、実のところ農家に還元も可能でございます。もしも農家に還元できればですね、全く廃棄物がなくなる、資源リサイクルで全く廃棄物がなくなり、ゼロミッションのシステムということが言えます。続きまして、これは産廃工場でのシステムのフローズでございます。産廃工場もやはりおでに関して言えば、これを乾燥、排熱で乾燥させて燃料化ということでございますけども、やはり凝集剤等含まれてますね、安定的な燃焼は難しいということが言えます。それで木質を一緒に混ぜるんですけど、産廃工場の場合、木質に関して言えば廃木材、廃建材が入りますので、その廃棄物を一緒に燃やせるということが言えます。これで混在燃焼することにより、それで温水を発生させる、温水については工場でもちろん利用できるんですが、あるいはですね、乾燥機そのものの熱源、排熱を利用するんですけども、その排熱プラスして温水もプラスして、ね、利用できるということが言えるわけでございます。実際いろんなもので、繰り返しテストをやってます。まず低温乾燥の乾燥機で高水分率のものを乾燥させ燃料化させ、そしてガス化燃焼方式の新しい燃焼方式のガス化燃焼方式のバイマスバーナーで燃焼させると。で、クリンカーが発生しないということでございます。
で、このシステムはですね、やはり、まずコストということが来ます。コストでは当たり前なんですけども、社会的背景としましては、化石燃料の枯渇の対策につながる。あるいはですね、再生可能エネルギーの利活用です。エネルギー政策の見直しがされています。再生可能エネルギーがやはり、追い風が吹くと思われます。あるいはエネルギーの分散化。これについて言えば、地産地消での利活用可能でございます。といった意味では、地域産業の発展につながれば、あるいは地域での雇用の促進につながればという思いがございます。あるいはですね、地球温暖化の防止、要するに CO2 排出の削減につながります。カーボンニュートラルです。CO2 の削減につながります。そういった意味で地球温暖化の防止、あるいはですね、資源リサイクル、大量消費、再量生産の時代から、資源利活用の、要するに、持続可能循環型社会形成を目指せるんではないか、あるいはですね、この化石燃料を燃焼させた場合にはノックスソックスが発生します。ところがこのバイマス原料の場合であればですね、ノックスソックスの発生量は少なくございます。そういった意味での大気汚染での貢献、そして再生可能エネルギーというものは何も国内だけでございません。国際的に海外でも十分に注目を浴びているエネルギーでございます。今後も追い風が吹くという意味合いではですね、海外の展開も十分可能であると。そういった意味での、ぜひともですね、業務提携、あるいはですね、販路拡大でのお願いを申し上げます。はい、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。実はですね、これ時間はですね、23分で終わっちゃいました。今度は2分早かったんですね。なんていうことか。なかなか難しいですね。23分で終わってしまいました。なんかあらんもの流れてる。なぜかあらんもの流れてる。ちょっと休憩します。で、今6時です。もう2回は確実にできますね。今回午後の2部で4回、午後の1部で4回やりました。8回でしょ。そして午前で5回やったので、13回ですね、結局ね。ちょっと休憩してまたやります。皆さんお元気ですか？日曜日ですね、今日は。皆さん、ご自宅でしょうか？それとも会社でしょうか？いろんなところをご覧になっているでしょうか？もちろんご覧になっている方もたくさんいらっしゃるし、実際はこれご覧になっていただくのはせいぜいですね、一桁なんですよね、実際はね。そんなもんですよね、通知が。に、えへへ、何言ってんだ。よいしょ。さあ、行きましょうかね。午後の第2部、第3回目でございます。どうでしょうかね。皆さんご理解できますか？現場、実際の会場ではやはりプレゼンテーションで、資料といいますか、プロジェクターに示す、実際は資料が画面で映し出されますので、より理解深まると思うんですけども、だからプレゼンテーションそのものはですね、この資料を見せるのが実際は本来のプレゼンテーションではないと言われているんですよね。と申しますのが、やはりその発表する方のですね、話の内容だけで分からないといけないと言われてますね、実際はね。それを補完する形で実際はですね、この資料提示ということなんですが、これスピーチと違うわけですね、プレゼンテーションというのは。スピーチというのは一方的に話すんですけど、プレゼンテーションというのは実は皆様方が理解できないといけないわけですね。だから皆様方の表情、あるいは雰囲気を味わいながら説明するというのが本来の姿らしいです。そんなことできるかなと思いながらもやるわけですね。練習を何回も重ねてますけど、実際はやはりその現場といいますか、その会場での何回もやるということでの上達だろうというふうに思います。緊張しますもんね、実際現場、といいますか、会場でこのプレゼンテーションというか発表というのはやはり緊張します。そうするとね、そうするとですよ、やはり頭の中真っ白になるんですよね。言葉が出なくなるんですね。震えるんですよね。体がガタ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 って緊張して、体がカチコチ、カチコチ、カチ。ロボットになるんですね、ロボット。ブチブチ、ブチ。ブトゥチゴ、ブトゥチゴ、ロボットです、なるんですよね。だから表情も豊かにしておかないといけないかな。
どうしてもこの千葉下がなんですよね。緊張した千葉下がなかなかこういうふうににこやかな顔はできないんですよね。そっか、この笑顔やな。よし、勝手に笑顔作るのはこうやってやるか。こうやって、私は森山、元気株式会社の森山です。何とも分かんない。よし、入ります。あ、ストップウォッチ忘れた。皆さんこんにちは、元気株式会社の森山と申します。今日は大変お忙しい中わざわざお越しいただき誠にありがとうございます。30分という短い時間でございますけれども、最後までお付き合いいただければ大変ありがたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。では早速プレゼンテーションをさせていただきます。今回の手前どものシステムはですね、高水分率バイマス有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、従来なかなか利活用が難しいと言われてました、この高水分率、水分率が多いためになかなか利活用できない、それはバイマスあるいは有機廃棄物でございまして、これをですね利活用しようと。それについてはですね、まず乾燥ですね、乾燥させて燃料化し、それを燃焼、バイマスバーナーで燃やして燃料化する。その燃料化した、燃やしたものをですね、熱変換を行い、熱風温水蒸気を発生させると、そういったシステムでございます。このシステム、乾燥機とバイマスバーナーが一体化組み合わされたシステムでございますけれども、今現在はなかなか見かけません、というかありません。で、このバイマスバーナーあるいは乾燥機について言えば、それぞれに特許出願しています。それぞれに特徴ある商品でございまして、競争力ある商品に商品力ある商品でございます。この商品力がある乾燥機バイマスバーナーを組み合わせることによって、従来、処理利活用がなかなか難しいと言われてました高水分率、水分率の多いバイマスあるいは有機廃棄物をの利活用、簡単あるいは容易にすると、そういったシステムでございます。これについては後ほど詳しくは説明申し上げますが、乾燥テストあるいは燃焼テストというのを繰り返し行っております。低温乾燥で高水分率の原料を乾燥し、それを燃料化すると、そしてそれを燃焼する、全く新しい燃焼方式のバイマスバーナーで燃焼し、そしてそれはクリンカーが発生しない、従来のバイマスバーナー塊が発生したんですが、燃えた後に塊が発生したんですが、これも全く発生しないということです。で、手前ども会社は創業1964年、昭和39年創業でございます。今現在は販売を建機株式会社、そして、製造を株式会社森山株式会社、この2社で、経営を行っております。この経営者2社ともですね、森山秀光、実は私の父でございます。私の父、で今現在は現役、まだまだ73歳、今現在年齢は73歳ですが、まだ現役のバリバリでございます。またこの社歴といいますか、この会社は今年で47年目を迎えます。で、手前どもの会社の業務案内でございますけれども、産業機械機器全般にわたりまして、設計製作施工そしてメンテナンスと一貫したものづくり製造業を営んでおります。で、お客様の要望に合わせまして、要望に合わせて図面を書いて、そして製造するというで提供させていただいている、受注生産式、一品料理式の生産をとっております。で、下請けというのも全くやってなくてですね、これからは環境分野ということで、2005年ですね、約6年前でございますが、東京都の企業と火をかけない乾燥機、ベルト式の汚泥乾燥機ということので開発を開始しました。これが環境分野に乗り出したスタートでございます。で、無事開発して納品させていただいたんですが、実のところこの東京都の共同で開発を始めた企業、実は倒産しました。で、結局手前どもの企業、手前ども会社だけで開発成功、開発をし、そして納品させていただいた経緯ございます。で、この乾燥機について言えば、いろいろ改良を加えて、現在は二軸のスパイラル状の羽のついた二軸式の乾燥機に変身を遂げています。で、約これにより乾燥効率が 50% アップしました。
これについては2009年の12月、福岡県森林林業技術センターさんの提案協力により木材加工、火を使わずに木材固形物を乾燥させる、木材加工を開発させていただきました。で、それをさらに進歩させる形で、付着性の強いおでかすまで何でも乾燥できる、何でも乾くという乾燥機、これについても火を全く使わない乾燥機でございますが、これを開発させていただきました。この何でも乾くについてはですね、2010年昨年度ですけど、九州の、地域環境リサイクル産業交流プラザ、略称ケイリプと申しますけども、ここは九州の環境に特化したグループでございますが、ここに、販路拡大プロジェクトということで採択いただきました。このシステムについては2010年の4月、MIS という会社、バイマスバーナーを作っているメーカーでございますけども、ここと販売契約を調印したというのがスタートライン、始まりでございます。で、皆様方にお願いしたい、ぜひお願いしたいのが2点ございます。1つがですね、この乾燥機あるいはバイマスバーナーについて言えば、販売実績はすでにございます。ところが、このシステムを組み合わせた、このバイマスバーナー、バイマスバーナーと乾燥機のシステム、組み合わせた一体化させたシステムについては、実のところ、まだ販売実績がございません。それで、皆様方、今後の展開を図る上で、ぜひ業務提携のお願い。あるいはですね、お客さんにとっては、エンドユーザーさんにとってはですね、この実績がなくてもいい。あるいはですね、納入実績がなくてもいい。ということでのご検討いただけるお客様もいらっしゃいます。そういうお客様に対しての販路拡大ということで、業務提携と販路拡大でのお願いでございます。手前どもシステムに関してましては、積極的にいろんなアピールをさせていただいています。メディア掲載、マスコミ掲載、あるいはですね、展示会の出展、あるいはですね、セミナーでのプレゼン、あるいはですね、インターネットを積極的に活用する、動画双方配信のユーストリームでもございますけど、こういったものを利活用、十分に活用する。あるいはですね、技術面においては大学のご支援いただく。ということで、積極的にいろんな活動を行っております。それにつれて、皆様方にぜひとも業務拡大、業務提携、あるいは販路拡大のお願いを申し上げます。続きまして、このシステムの原料、どういったものを燃料か、そして使うのか、化石燃料の代替燃料かとして使うのかということでございますけれども、これは農水省の図でございます。降水分率の家畜排泄物、家畜糞ですね、そういったもの、あるいは下水汚泥について言えば、汚泥に関して言えばですね、有機汚泥全般的に燃料化が可能でございます。あるいは降水分率 の野菜等の食品の廃棄物ですね、あるいは未利用バイマス、で筆頭で挙げます林地残材、これについて言えばですね、今現在国土面積の 66% を占める森林の荒廃が問題視されています。そういった意味でこの林地残材を利活用することにより森林再生につながればという思いでございます。続きまして、システムのフローズでございます。このシステム、乾燥機とバイマスバーナー、そしてボイラーの組み合わせで、実際はですね、熱風温水蒸気を発生させるというシステムでございます。で、このシステムの大きな特徴はですね、排熱を利用した、燃焼させた際の排熱を利用した乾燥機ということでございます。この乾燥機、乾燥は必ずですね、熱源、熱が必要でございます。わざわざ他から新しい熱源、他の熱を持ってくるのではなく、このシステム内の排熱を利用する熱のリサイクルということが言えるわけでございまして、サマーリサイクルでございます。このシステム自体は資源リサイクル、資源リサイクルでのシステムでございますけど、このシステムの中身内容はサマーリサイクル、熱のリサイクルということができます。で、乾燥テスト、あるいは燃焼テストを繰り返す、低温乾燥で燃料化が上がり、乾燥して燃料化が上がり、そして新しい燃焼方式のバイマス、バーナーで燃焼してクリンカーが発生しない、塊が燃焼後も発生しないということであります。で、この化石燃料代替燃料の意義と申しますか、役割でございますけれども、従来、有機廃棄物というのはですね、今も現在もそうなんですけど、セメント工場でまず処理する、あるいはですね、産廃工場で化石燃料で焼く、あるいはですね、資源リサイクルで肥料、飼料、あるいは堆肥として利用されるんですが、すべてが利用されているわけじゃなく、結局は捨てられている、埋め立てられているというのが実際でございます。で、このシステム導入より何が言えるかというと、まず化石燃料の代替燃料と使いますので、化石燃料枯渇の対策、あるいはですね、CO2 削減、カーボンニュートラルで CO2 削減につながります。これは地球温暖化の防止の対策で、廃棄物がなくなる、あるいは少なくなるということを言えますので、なかなか最終処分場埋め立て地の確保は難しいというのが現実でございます。その解決につながればということでございます。
で、大きな枠組みではなく、小さな枠組み、一つの工場とした場合のこのシステム導入のメリット、2点ございます。一つが、化石燃料の削減。もう一つが、産廃の削減。産業廃棄物の削減。ということを言います。化石燃料の削減というのは、結局は化石燃料の費用の削減につながるわけでございますが、それとともに CO2 の削減につながります。CO2 の削減につながるということはですね、実際のところ、排出権の取得が可能であるということが言います。あるいは、産廃費用、産業廃棄物を減らすということは、産廃費用ももちろん減るんですが、それに伴って環境保全につながる。これは対外的に環境にいいことをやっているということで、企業 CSR の意味合いがございます。あるいはですね、環境 ISO でございます。1万4000ございます。この取得に役に立つということが言えるわけでございます。で、コスト計算でございます。このシステム、この一体化された乾燥機とバイオマスバーナーが一体化されたシステムは、競合他社は今ございません。それで今現在コスト計算のやり方として、産廃費用との比較をやっています。で、具体的に今回の場合は例を示させていただいてますけど、実際はですね、実際に乾燥あるいは燃焼テストをさせていただいた後に、それぞれにコスト計算をさせていただいての現状でございます。で、このシステムで、今回の例は、100キロ、時間帯100キロのお出を食品工場で処理する場合、これについての産廃費用とシステムを導入した場合のランニング、あるいはイニシャルコストでの比較を行っております。で、実際の計算結果は、このコスト計算グラフということで表示させていただいてますけども、約5年で焼却すると。で、詳細にこの折れ線グラフでも表示させていただいてますけど、損益分岐点という表示をさせていただいてますが、約5年で利が出てくるということでございます。で、この共同開発会社、バイオマスバーナーを作っているメーカーでございます、MIS でございます。この会社は平成19年、設立のベンチャー企業でございます。で、このベンチャー企業、バイオマスバーナーについてはすでに特許出願されてますし、私ども企業に、私ども会社についても、乾燥機についても、やはり特許出願3件させていただいています。それで知的所有権ということがございますので、福岡県知的所有権センターのさんに仲介に入っていただいた上で、販売契約を結んだ経緯がございます。2010年の4月でございます。ここが、この燃料化システムの始まりということが言えるわけでございます。現在のこのシステム開発、あるいは販売の体制でございます。手前どもの会社と MIS で共同で開発、あるいは提案販売を行うわけでございますけど、一つ、技術的な支援については、九州大学に入っていただいています。九州大学に熱、乾燥、バイマスという、この3点での支援をいただいている。あるいは木質、木材に関して言えば、福岡県森林林業技術センターさん、あるいは知的所有権、特許権等については、この福岡県知的所有権センターさんにご支援いただいているというのが実際でございます。それと、このシステム導入にあたっては CO2 削減につながるということを言います。ということは、排出権取引が可能でございます。排出権の取得が可能でございます。国内では国内クレジット制度が利活用できます。国内クレジット制度が活用できますので、国内クレジットの専門医の方に協力いただいて、お客様に、ね、提案活動させていただいている。で、このシステムを導入していただいた後は、国内クレジットを取得していただいて、大企業に対して販売できるというのも可能でございます。で、続きまして、乾燥機の特徴でございます。システムの主要な製品でございます。乾燥機。これですね、特許3件出現させていただきまして、大きな、最も大きな特徴。火を使わない、火をかけない、直接かけないという乾燥機でございます。で、木材固形物化をで、付着性の強いおでかすまで乾燥できるんですが、これについて言えばですね、本体の中に二軸の軸があって、そこにスパイラル状の羽がついています。スパイラル状の羽。これがですね、特殊な羽、開発させた特殊な羽で、木材固形物であれば、引っかからない。どこにも引っかからないで、乾燥、排出、あるいは乾燥できるということ。あるいはですね、付着性の強いものなので、ひっつかない。羽になるべくひっつかない構造になっているというのが大きな特徴で、これを可能にしたということでございます。あるいは、構造が非常に簡単です。メンテナンスが非常に楽。あるいはですね、コンビア式、連続式でございます。付帯の搬送設備が最小限で済むというのが大きな特徴でございます。で、この燃料管に関しては低温乾燥ということが言います。低温乾燥というのはどういうことかと言いますと、低い温度で乾燥させるんですが、バイオマス原料、あるいは有機廃棄物の中に含まれる燃焼に必要な有機分。有機分がなかなか飛んでいかない、揮発しない、有機分が揮発しないというのが大きな特徴でございまして、それにより、この乾燥機というのはですね、燃料化に最適ということが言えるわけでございます。続きまして、これは写真でございます。木材固形物からおでかすまで全て問題なく乾燥で燃料化ができるということでございます。で、他製品の比較でございます。
手前ども製品はですね、実際の乾燥機に言えば木材固形物からオレイカスまで付着性の強いものまで乾燥できる、それもですね低温乾燥できるわけでございますが、この乾燥機、こういった乾燥機は他に見当たらないというのが特徴でございます。あ、見当たらないのが実際でございます。で、新聞掲載していただいてます、農経新聞あるいはですね日刊工業新聞に掲載いただきました。次に動画でございます。これ実際木材チップを構成分と木材チップを乾燥しているところの動画でございますけれども、この投入装置、乾燥機本体以外の手前にあるの投入装置があるんですが、ここに大きな特徴がございます。木材固形物であれば実は粉砕しながら投入できる、粉砕しながら投入しています。あるいはですね、このオデイカスの付着性の強いものは安定的に供給できる構造になっています。決して詰まることなく安定供給ができるという構造になっています。で、先ほど申し上げたように乾燥機の本体については二軸のスクリュー式スパイラルの羽がついているんですが、それ回転しながら乾燥していくんですけど、搬送しながら乾燥していくんですが、木材固形物の固形物に関しては引っかからない、引っかからないスムーズに搬送して乾燥できると。あるいはその付着性の強いおで滑走については付着しない、ひっつかないで乾燥できるという特徴がございます。それも低温乾燥、火を直接かけない、火を直接ボンボコボンボコかけない、低温乾燥、低温乾燥でそれも火を直接かけないという乾燥機でございます。それはあと乾燥された後はですね、これ燃料として化石燃料の代替燃料として使えるということでございます。続きましてバイオマスバーナーの特徴でございます。これについて言えばすでに特許出願させていただいてます、るんですが、手前どもじゃなくて MIS でやってるんですけど、大きな大きな特徴、火床がない、飛行士がないというのが大きな特徴でございます。飛行士がないため、ないということはですね、他にはない新しい燃焼方式でございまして、ガス化燃焼方式という方式でございます。ガス化燃焼方式の燃焼方式でございまして、これによりまずですね、クリンカ燃焼後にですね、塊っていうのができるんですが、それが発生しない、塊が発生しない、有形固形物が発生しない、クリンカが発生しないというのもあったのが大きな特徴でございます。また従来のバイオマスバーナーというのはですね、実際のところ木質のペレットチップ等しか燃やせませんでした。ところがこのガス化燃焼方式のこのバイオマスバーナー、従来について言えばですね、いろんなものが燃やせます。木質であれば竹、あるいはですね樹皮、木の皮なんかも燃やせますし、あるいは粉体状のもの、おでも燃やせる、あるいはですね生ごみ、あるいは竹、樹皮、おで、家畜粉ですね、家畜粉等を燃やせる。そして大きな特徴は混在燃焼、混在していろんなものを混在して燃焼ができるというのが大きな特徴でございます。で、実際のこの写真が実績の写真であります。温水を発生させる。これ真ん中の上の写真はですね、熱風を発生させて乾燥させると。熱風利用でございまして、これは廃菌紙を燃やしてやっているというところの写真でございます。で、従来製品との比較、従来製品。バイオマスバーナー、ジュール R の特徴でございます。これはやはり火床がない、飛行士がない。火床というのはですね、物を乗せる床ですね、床なんですけど、床ですね、床みたいなところですね。そこに物を乗せて燃やす、従来燃やしてたんですけど、それが火床が全くないということですね。ガス化燃焼方式という方式で、火床がないために大きな特徴、メリットはですね、この塊、燃やした後に塊ができないということなんですね。通常であればバイオマスバーナー、他の飛行式であれば必ず塊できていた、それができないというのが大きな特徴。あるいはそれにより完全燃焼に近い方で燃えるということでございます。完全燃焼に近い方で燃えますので、いろんなものも燃やせる。ですね、従来燃やせないと言われていた竹、あるいはですね樹皮、木の皮、あるいはオデーカス等のオデーカスなんかの粉体ですね、粉体、形状問わずに粉体等も燃やせると。従来の製品は木質のチップ、ペレット等しか燃やすことはできませんでした。何でも燃やせるということでございますね。で、完全燃焼に近い方で燃やせますので、燃物が少ない、未燃物、燃えないものが少ないということでございまして、それに伴って灰の発生量も少ないということを言います。で、次に動画でございます。実際に燃やしている動画でございます。化石燃料は一切使ってない。そのものが燃えるという燃料で使えるということでございます。これ、のこぐずでございます。のこぐずはよく燃えるんですけど、やはりこれについても、火床がない、火床がなくて、ぐるぐる回ってますけど、火床がなくて燃焼させて、実際のところ、はですね、これ燃えた後のクリンカーですね、溶融固形物、クリンカーが発生しない、これに塊ができないというのが大きな特徴でございます。で、おでですね、これはおでの粉体状のものを問題なく燃やせる。火床式じゃなくて、粉体状のものを燃やせるわけですけども、これについてもクリンカーが発生しないと。よく燃えてますけど、クリンカーが発生しない、よく完全燃焼に近い形で燃えるということでございます。
これ2個としてもらえないかな。2個。あ、はい、次行きます。で、このシステムについてはですね、すでに経済、新聞掲載させていただいてます。日刊工業新聞に掲載いただきました。そしてですね、九州経済産業局の調査報告書にも掲載いただきました。あるいは、経済雑誌、福岡、地元の経済雑誌、福岡経済にも掲載いただいたんですが、この際にはですね、手前どもの会社と今です、ね、別々に掲載いただいた。あるいはですね、週刊、経済誌、週刊経済にも掲載いただきました。で、手前どものこのシステム、現在のところターゲットは2業種に絞っています。食品工場と、産廃工場、2業種です。実際のところ、他にも十分に展開できるんですが、今のところは2業種に絞っているということでございます。まず食品工場について言えば、必ず温水を発生します。温水を利用します。温水を利用される。工場内利用の温水、あるいはですね、蒸気のもと、蒸気を利用されることが多いですので、蒸気のもととして利用される。それで今回のこのシステムの内容はですね、温水を発生させるシステムでございます。汚泥等のその廃棄物、有機汚泥をまず排熱で乾燥させて、それを燃料化、そしてそれを燃焼させるんですが、その際ですけども、汚泥に関しては、有機汚泥に関してはですね、食品の有機汚泥に、他も汚泥に関してはそうなんですけど、凝集剤一緒に混ぜる。添加剤いろいろその中に混ぜて処理されるものですから、安定燃焼、安定的な燃焼はなかなか難しいということであります。それで木質と一緒に混ぜて混在燃焼させます。それによりスムーズに燃えて、それで温水を発生させると。その排熱は乾燥機に持っていくとございますが、そしてその温水は工場内利用、蒸気に持っていって利用する。ただ灰は必ず発生するんですが、灰について言えばですね、農家に還元は可能です。食品工場の有機ではですね、そういった意味でも農家に還元できればですね、全く廃棄物がなくなる、廃棄物がなくなってしまうというゼロミッション、ゼロミッションということが言えるわけです。で、産廃工場、次に産廃工場でございますけども、ここでもやはり温水利用というのを考えています。温水を発生させて工場内利用、あるいはですね、排熱で乾燥させるんですが、他の熱源一緒にプラスして、排熱にプラスして温水も乾燥機に持ってこようという考えもございます。で、排熱あるいは温水で一緒に乾燥させた汚泥をですね、汚泥やはり安定燃焼、凝集剤は混ざってますので、なかなか安定燃焼できない。で、木質も一緒に混ぜるんですが、産廃工場の場合はですね、廃建材、産廃で集めた廃建材あるいは廃木材というのが、廃木材というのが集まります。それを一緒に燃やすと。それにより安定燃焼を行い、そして温水を発生されるというシステムでございます。で、乾燥あるいは燃焼テストをいろんなもので繰り返し行っています。低温乾燥で高水分率のものを燃料化すると。そしてバイマスバーナーで新しい燃焼方式のガス化燃焼方式で燃焼させる。そして有形固形物、クリーン化が発生しないということでございます。で、もちろんこのシステムは一番のポイントはコストでございます。コスト。ただコストだけなんです。コストなんですけど、社会的背景がございます。化石燃料の代替燃料と使いますので、化石燃料の価値の対策につながる。あるいは再生可能エネルギーです。これはエネルギーの政策が見直しされています。再生可能エネルギーは追い風が吹きます。あるいはエネルギーの分散化、地産地消で使います。地域産業の発展、あるいは工業の創出につながればという思いでございます。で、CO2 の削減、カーボンニュートラルです。CO2 の削減につながり、地球温暖化防止につながる。あるいはですね、資源リサイクル、もちろん資源リサイクルなんですが、大量消費、大量生産の時代から持続可能循環型社会形成を目指すにあたっての資源リサイクルという意味合いがございます。そして大気汚染の防止、化石燃料を燃やした場合はノックソックスが発生します。ところがこのバイマス原料を燃やした際は非常に少なくございます。そういった上で大気汚染防止につながる。あるいはですね、再生可能エネルギーという点であればですね、日本国内だけじゃなく海外もやはり積極的に今後はですね、活用するということは十分に考えられます。そういった意味で国内だけでなく海外での利活、海外のシステム導入というのも考えられるわけでございます。そういった意味で皆様方にぜひ業務提携あるいはですね、販路拡大でのお願いを申し上げます。以上でございます。どうも皆さんありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今でですね、23分58秒。やっぱ1分は余りました。こんなもんにしといた方がいいですよね。実際現場に行くとですね、現地では頭が空白になって、ぼーっとしてる時間がより増えると思います。そういったことで言葉が出ない時間が増えますので、約1分余裕を持っておけばです。
かなり安心できるんじゃないかというふうに思う次第でございます。皆さん分かりますかね、この説明で。資料実際に目の前にない、ことでの説明になるんですが、お分かりになりますか。6時半ですね。もう一回行きましょうかね。もう一回行くとなると、これで4回目。午後の第2部は4回目。第1部で4回行きましたので、4回目、8回、合計13回か。もう少しやろうかな。よし。このユーストリームはでもあれですね、長い時間録画できるんでいいですね。それもこれを YouTube にアップすれば、YouTube でも長い時間これは今あれですね、アップできるんですね。いいですね。ただサーバー負担っていうのは大変でしょうけどね。こういったユーストリーム、YouTube、この IT と言われるこの業界、どんどんサーバーが増える一方なんで、それはどうすること、どういうことかというと、やはりエネルギーを使うんですね。特に電力。電力を使うということで、このソフトバンクは現在はですね、太陽光の発電についての力を入れると、自然エネルギーに力を入れるというふうに打ち出しますし、孫さんが打ち出しますし、Google については昔からそうですけど、各から、特にこのデータセンターでの電力確保のために、いろんな再生可能エネルギーを使った、風力等を使ったエネルギー確保に力を入れてますね。それに伴って何をやろうかとして、しているかというと、つまりスマートグリッドなんですね。蓄電機能がなかなか難しいということで、スマートグリッドをすることによって、電力の確保をスムーズにする、電力の使用用途をスムーズにするというのがあるわけですね。風力、太陽光、いずれもですね、蓄電機能がないわけですね。電気を貯めておくことができない。それで、そのスマートグリッドを利用することによって、スムーズに電力を使うということ。ただ蓄電機能を作ればいいということもありますね。リチウムのイオン電池とかございますけども、そういった電池を利用する燃料電池でもございます。燃料電池っていうのは実は化石燃料を使ったりするんですけど、それを使わないで開発することになって、やはりいろんな電池っていうのが今後出ていくんですよ。蓄電機能も増やす。省エネというのが一番なんでしょうけど、まず省エネがあって、節電があって、そして電力確保の上に、そして、再生可能エネルギーというのは今後は実際の動きとしてそうなるでしょう。これだけ原子力というのは難しい時代になってきました。あっという間に変わりましたけど、まさかこんなに変わるとは思いもしませんでした。この原発事故以外、以前からずっとこのバイマスに追っかけてますけど、こんなに変わるとは予想だにしなかったですね、実際のところね。はあ、びっくりしてます。この原子力村の見方が全く変わってしまいましたね。私もなかなかこの内容、具体的な内容まで見れなかったんですけど、分からなかったんですけど、実際こういう事故があるとよく分かるんですね。一斉にこの内容が暴露されましたね、原子力村。そういうもんなんですね。一旦何かあると、やはり隠された世界といいますか、密室の世界というのは、やはり、果たしてどうかなという点はありますね。やはり見えるかというのよく言われますけど、対外的にやはりそんなに隠さなくてもいいというところを、逆にその競争の原理が働かないと密封された世界ではですね、その中で競争原理が働かないために逆に腐敗ですね、腐れていくというのは多分にあるというのは、今回は特に原発事故で思い知らされた、原子力村で思い知らされた思いがします。皆さんいかがですか。それではまた4回目、午後の第2部の4回目を始めます。よいしょ、ストップウォッチ。ストップウォッチ忘れずにやら、現地で、要するに会場で忘れたら大変だなということです。ストップウォッチで何回も唱えておこう。ストップウォッチを忘れずに、ストップウォッチを忘れずに、手に持って、よく手の感触を掴んでおこう。開発する際もそうなんですよ。手で触って、耳で聞いて、そして、舐めることはしてませんけど、匂いを嗅いでと。いろんなことやりますよ。人間の感触、五感といいますか、第六感も必要なんでしょうけど、そういうのは大切ですね、実際はね。
机の上に座ってただ黙々とやっていてはなかなか思い浮かばないアイデアというのがありますね。やっぱり人間はいろんなところ、いろんな箇所を動かすことによってあるアイデアっていうのがポンと浮かんだりします。と思いませんかと勝手に思ってるんですけど、どうなんでしょうかね。この乾燥機に関してもですね、この今後の開発はもう考えているんですが、どういうふうに発展させようかというのを考えています。一応乾燥機っていうのはこれでは完成ではないというふうに思ってまして、この乾燥機に付随するもの、今現在はですね、じゃあ、まあバイオマスバーナー引っ付けたということがあるんですけど、その他の機器についてもちょっと連結させようというふうに考えています。それについてはですね、おいおいまた展開していこうというふうに思っているんですが、ただですね、これ引っ付いて世の中にない世界、世の中にまずこのバイオマスバーナーについてはない、この乾燥機とバイオマスバーナーについては今はないわけですね。でまずはですね、アピールしないで皆さんに知ってもらわないといけないわけですね。知ってもらうのにまず苦労するんですね。実はね、苦労はするんですよ。で、知ってもらったとしてもですね、この導入までなかなかいかないんですね。導入までなかなかいかない現実はですね、それはよくわかるんですよ。特に環境分野っていうのはそうなんですよね。生産に直接関わらない、なるべくお金をかけたくない分野というのもあるのと、あとね、一つ言えるのがですよ、やはりサラリーマンということがあるんですよね。自分がいる時代はですね、良ければそれでいいというのは多分にあるんですね。というのはですね、長いレンジで見ないといけないんですよ、環境というのはどうしても。それでどういうことかというと、法律で規制を受ける。そうした場合に初めて動き出すというのがあるんですね。ただ法律というのもですね、やはり議員さん決めるんで、いろんな分野から圧力をかけていくんですね。圧力と言いますか、やはり圧力という意味じゃないですね。やはり、献金ですね。献金を渡して、そうするとやはり強いところというのは、この献金を渡すところが強くなるというのが実際で、相当な金額を払ってますよね。政治家さんにはね。やはりそれは採用するのが実際です。これが世の中ですよね。それは普通ですから、なんと思ってないですけど。それでもやはり生きて残っていけないというのが大企業であるし、皆さん方ですね。というふうに思いませんか。だって官僚の方も実際は、自分たちの、飯食って生きていかなくちゃいけないから、みんなこと言われ、いろんなこと言われようとしようとも、やはり自分の身を、安全なところに置きたいのは当たり前なんですよね。そして、そういった行動に出る。まあ、それは当たり前の世界であって、それをどう判断するか皆さんそれということですね。それで、手前どもはやはり商売、要するにお金を稼いでやらないと生きていけないわけですから、給料払っていかないといけないわけですね。そうしないと会社潰れるとですね、借金を負わなくちゃいけないですね。借金を負うとですね、大変なんですね、生活自体がね。どうでもいい話してましたけど、よし、行こう。アソポチ忘れずに、アソポチ忘れずに。皆さん、こんにちは。建機株式会社の森山と申します。今日はビジネスプラン発表会ということで、短い時間でございますが、ございますけれども、最後までぜひお付き合いいただきようお願い申し上げます。では早速プレゼンテーションさせていただきます。今回の手前どもシステムの内容、提案内容でございます。高水分率バイマス有機廃棄物の化石資源代替燃料化システムでございます。これは何かと申しますと、高水分率、なかなか利活用が難しいと言われています。高水分率、水分率の多いバイマス、あるいは有機廃棄物を燃料、化石燃料代替化燃料化しようと、それ燃料化した後にこれを熱エネルギー変換させて熱波温水蒸気を発生させる、そういったシステムでございます。このシステムは高水分率のバイマス、あるいは有機廃棄物をまず乾燥機で乾燥させて、それを燃料化すると、乾燥機で乾燥させて燃料化する、そしてそれをバイマスバーナーで燃焼させて燃やすと。で、燃やした後に熱エネルギーとして熱波温水蒸気として利用すると、そういったシステムでございます。このシステム、乾燥機とバイマスバーナーが一体化されたシステムでございますが、現在のところなかなか見かけないということはございません。で、このシステム、乾燥機とバイマスバーナーの組み合わせでございますけども、それぞれに特許出願して商品力、提案力、競争力がある商品でございます。それを組み合わせることによって、従来なかなか難しいと言われてました高水分率のバイマス、あるいは有機廃棄物の利活用を容易にする、あるいは簡単にするというシステムでもございます。実際はですね、後で詳しく説明申し上げますが、乾燥機で低温乾燥で、高水分率のものを乾燥させて燃料化すると、そしてそれを新しい燃料方式、燃焼方式のガス化燃焼方式で、ね、燃焼し燃やして、で、
国化できない。つまりですね、従来は固まり、燃やした後に固まりできたんですが、固まりできないと。ガス化燃焼方式のバイマスまで燃やすというテストを何度も繰り返しております。で、会社案内でございます。手前ども会社は1964年、昭和39年創業でございます。今現在は販売を建機株式会社、製造を株式会社森山工作所、この2社で経営を行っております。この2社とも経営者は私の父でございます、森山秀光でございます。森山秀です。今年齢が73歳、まだ現役でバリバリでございます。で、社歴は47年目に入ります。それで手前どもの業務内容、業務内容でございますけれども、産業機器、産業機械全般にわたりまして、設計、製造、施工、そしてメンテナンス、一貫したものづくり、製造業を営んでおります。お客様の要望に合わせて図面を書いて制作するという受注生産式、一品料理式でございます。で、今現在のところ全く下請けというのはやっておりません。これから環境分野、環境ということで2005年にですね、東京都の企業と共同開発という形でベルト式の汚泥乾燥機、これ直接火を使わない、火をかけない乾燥機の開発に着手しました。これが環境分野に進出した最初でございます。で、無事納品させていただいたんですが、この途中でですね、この共同開発を始めた会社、東京都の企業は潰れました。倒産しました。それにもかかわらず、手前どもだけで結局のところ開発し、そして納品させていただいた経緯ございます。で、ウェルト式汚泥乾燥機が最初でございますけれども、それを進歩、いろいろ改良を重ねまして、今現在はですね、二軸のスクリュー式、二軸のスクリュー式の乾燥機でございます。これに関して言えば、2009年の12月に、福岡県森林林業技術センターさんの提案協力により、木材化学、火を直接使わずに木材固形物を乾燥させる木材化学も開発させていただきました。で、それをまたさらに進歩させる形で、何でも化学、これはですね、木材固形物から、付着性の強い汚泥かすまで火を使わずに、火を直接かけずに乾燥できる、何でも化学という乾燥機を開発させていただきました。これについては2010年、昨年度でございますけれども、九州地域環境リサイクル交流プラザ、継承、略称ケーリプと申しますけれども、ここは九州の環境に特化した産学科のグループでございますけれども、ここに販路拡大、プロジェクトで採択いただきました。で、このシステムの始まりはですね、2010年4月に、バイオマスバーナーを作ってます、この MIS という会社との販売契約調印、これがスタート、始まりでございます。で、皆様方にお願いしたいのが、業務提携の販路拡大でございます。まずこのシステムはですね、この乾燥機、あるいはですね、バイオマスバーナー、それぞれ実績ございます。ただこのシステムはね、結びついた、一体化されたシステムとしての実績はございません。それで皆さん方にはさらなる転換を図る意味で、業務提携のお願い、あるいはですね、1号機でもいい、あるいはですね、実績なくてもいいというお客さんいらっしゃいます。エンドユーザーさんいらっしゃいます。そういう意味合いでは、この販路拡大のお願いですね。業務提携、販路拡大のお願いなんですが、手前どもとしても積極的にいろんな活動させていただいてまして、メディア掲載、マスコミ掲載、あるいは展示会での出展、セミナーでのプレゼンテーション、あるいはインターネットを使った上でのユーストリーム等を使った動画総合配信での積極的な活用、あるいは技術的な支援、大学との結びつき、大学にご支援いただくといったことを積極的に活動しております。その上で皆さん方にはやはり業務提携、あるいはですね、販路拡大でのお願いを申し上げたいということでございます。ご協力ぜひお願いしたいということでございます。で、このシステム、どういったものが利活用できるかということでございますけれども、これは農水省の図を抜粋しています。高水分率、水分の高い家畜排泄物、あるいは下水汚泥、汚泥に関して言えば下水汚泥だけではなく、有機汚泥、全般的に利活用可能でございます。あるいは高水分率の直近廃棄物、あるいはですね、未利用バイマス、利用されてないバイマスと言われてますの筆頭でございます。一番手に挙げられます、リンチ軟剤でございまして、このリンチ軟剤、これは森林再生といいますか、森林荒廃、今現在ですね、国土面積の 66% を占める森林荒廃が問題になっています。このリンチ軟剤、利活用することにより森林再生につながればという思いでございます。で、次にフローズでございます。これは乾燥機、このシステムはフローズでございますけれども、燃料化システムフローズでございますが、乾燥機、バイマスファイナー、そしてボイラー。まず、乾燥機に対しては、高水分率のバイマス原料を投入し、それを乾燥させて燃料化すると。それを燃焼させて、ボイラーで熱変換を行い、熱風上、温水蒸気を発生させるというシステムでございます。このシステムの大きな特徴は、排熱利用した乾燥機でございます。
わざわざ他から乾燥の熱源を持ってくるのではなく、この乾燥機に関してはこのシステム内の排熱を利用して乾燥させるということでございます。つまり熱のリサイクル、サーマルリサイクルでございます。このシステム自体は資源リサイクルのシステム、資源リサイクルにお役に立てるシステムございますけれども、このシステム内部についてはですね、熱のリサイクル、つまりサーマルリサイクルということが言います。乾燥あるいは燃焼テストを何度も繰り返します。低温乾燥で高水分率のものを乾燥させ燃料化します。そして燃焼ガス化燃焼方式と新しい燃焼方式で、クリンクが出ない、つまり燃焼後の塊ができないという燃焼でございます。この繰り返し、ずっとやってます。で、化石資源の代替燃料化の意義でございます。化石燃料の代替化の意義でございますけれども、例えば有機廃棄物、実際今どういう処理をされているかということでございますけれども、一つがセメント工場に持っていく、あるいはですね、セメント工場で処理される、あるいはですね、産廃工場で、化石燃料を使って燃やす、あるいはですね、資源リサイクルとして堆肥、肥料、飼料として使えるという用途で使われているわけでございますけれども、現在のところ、すべてが利用されているわけじゃなくて、やはり廃棄物で埋め立て、あるいは捨てられているのが実際でございます。それで手前どものシステムを導入することの意義でございますが、化石燃料を、の代替燃料として使いますので、化石燃料、枯渇の対策につながる、あるいはですね、CO2 削減、これはカーボンニュートラルで CO2 削減につながります、バイマスはですね、そういった意味の地球温暖化の防止の対策、あるいは廃棄物をなくす、あるいは少なくするという意味がございますので、なかなか、最終処分場、埋め立ての確保が難しいと思うのでございます。それに解決につながればという思いでございます。で、大きな枠組みではなく小さな枠組みで見た場合、工場内で見た場合には2つの大きなメリットがある、2つのメリットがございます。1つが化石燃料の削減で、もう1つがですね、産業廃棄物削減でございます。化石燃料の削減というのはもちろん費用の削減につながるんですけれども、これは CO2 の削減につながります。これは排出権取引、排出権の取得が可能、あるいはですね、産業廃棄物の削減、産廃費用の削減につながるんですが、これは環境保全、つまり環境に良いことをやっているということで、企業 CSR、海外的にアピールできる、あるいは環境の ISO14000 の取得に役に立つということが言えるわけでございます。で、このシステム、競合たちは全くおりません。で、今現在のところ、コスト計算のやり方として、従来の産廃費用との比較をやっています。この産廃費用の比較なんですけども、実際はテストを行った上で、それぞれ、外圧原料それぞれ、有機廃棄物の原料それぞれにコスト計算算出をさせていただいている現状でございます。で、この例としては、食品用で実際に時間当たり100キロを廃止する場合の想定でのコスト計算でございます。その上で、実際は、設備導入した場合の産廃費用との比較でございますけれども、イニシャルランニングコストを計算した上で、その結果、約5年、コスト計算グラフ、次のページですけども、コスト計算グラフとして、約5年でペースという計算でございます。で、詳しく、さらに詳しく、折れ線グラフで示させていただいてますけれども、損益分岐点として約5年ということでございます。で、共同開発会社は MIS、バイマス1を使っている MIS でございまして、この会社はすでに特許を出願している。設立は平成19年のベンチャー企業でございます。で、手前ども会社は乾燥機を作っているということでの特許出願もさせていただいています。で、この2つの会社、販売契約を承認したんですが、仲介に特許権出願しているということで、福岡県知的中堅センターに入っていただいています。これが2010年。の4月でございまして、これがシステムの始まり、この燃料がシステムの始まりでございます。で、この燃料がシステムについては、共同開発、あるいはですね、提案販売については、手前どもの会社と MIS で共同でやっているわけでございますけれども、技術的な支援についてはですね、九州大学に入っていただきます。ここにはですね、熱、乾燥、バイマスについて、ご協力いただいている。あるいはですね、木材に関して言えば、福岡県木材吟醸技術センターさんに協力いただく。あるいはですね、知的所有権に関しては、特許権等については、福岡県知的所有権センターさんにご協力、ご支援いただいている。あるいはですね、あと、このシステム導入していただいた際はですね、CO2 削減につながります。これは、排出権取引の取得、排出権取得が可能でございます。
そういった意味合いで、国内で言えば国内クレジットございますので、国内クレジットの専門員の方にご協力いただいて、このシステムを導入した後にはですね、まず国内クレジットの取得、そしてそれを大企業に販売するというのも可能でございます。続きまして、手前の製品でございます。乾燥機でございますけれども、この乾燥機はですね、大きな特徴、まず、東急出願を3件させていただいてますが、まず、火を使わないというのが最も大きな特徴でございます。それで、この乾燥機、木材、固形物からおでかすまで、付着性の強いものまで、すべて乾燥可能でございます。と申しますのは、この乾燥機の本体に軸が2本入っているんですね。軸が2本入っているんですが、それに羽、スパイラル状の羽がついて、それ回転して乾燥しながら排出するという乾燥機なんですけど、この羽が特殊でございまして、木材固形物については詰まらない。全く詰まないで排出乾燥できる。あるいはですね、オデイカストの付着性の強いものについては、付着性に引っつかないで乾燥できるというのが大きな特徴でございます。で、非常に構造が簡単で、メンテナンスが楽、あるいはですね、コンベア式連続式でございますので、搬送機器がですね、最小限に済むということが言えるわけでございます。で、この燃料化、今回は燃料化のシステムでの乾燥でございますけれども、これに関しましては、低温乾燥というのが大きな特徴でございます。低温乾燥、低い温度で乾燥できるということでございまして、低い温度で乾燥できるということはですね、このバイマス原料、あるいは有機廃棄物に含まれている有機分、燃える有機分がですね、なかなか飛んでいかない。気化しない、有機分が気化しないというのが大きな特徴でございまして、それにより言えることはですね、やはり燃料化に最適な乾燥機ということが言えます。で、これ実際にこの写真でございます。乾燥前と乾燥後、要するに原料、そして燃料化での写真でございます。木材チップ、固形物、木材固形物からおでかすまで何でも乾燥できるという写真でございます。で、他製品と比較でございます。この手前でも乾燥機はですね、木材固形物からおでかすまで付着性の強いもので乾燥できる。そして低温乾燥ということは2点ございますが、これは他社さんの製品と比較しても見当たらないというのが実際でございます。で、実際、模型新報あるいは日刊工業新聞に掲載いただきました。次に、これは動画でございますが、これはまずこの木材ジップ、降水分率の木材チップを乾燥するために投入装置に、まず投入装置ですね、これは投入装置に投入しているんですが、この投入装置も実は大きな特徴がございまして、この投入装置、投入するところのまず機械部品でございますけれども、ここはですね、木材固形物であればですね、実は粉砕ができる、あるいはですね、オデカス等のですね、付着性の強いものに関しましては、詰まらないで定量的に供給できるという点がございます。それにより乾燥がスムーズにできる、乾燥機に投入できるというのがあるんですが、で、乾燥機本体は先ほどご説明申し上げた通り二軸があって、それスパイラル状の羽があるんですね。で、それは固形物では詰まらない、引っかからないで無事乾燥できるという特徴、あるいは付着性の強いおでかすであればですね、ひつかない、付着しないで無事問題なく乾燥、排出して乾燥できるというのが大きな特徴がございます。で、この乾燥した後はですね、燃料化、要するに化石燃料の代替燃料として使えるということでございます。続きまして、バイマスバーナーでございます。これは特許も、これについての特許出願されています。まず大きな特徴がですね、要するに飛行士がないということでございます。従来のバイマスバーナーって飛行士があったんですけど、これは全くないと。それにより、新しい燃焼方式を取っている。これはガス化燃焼方式という燃焼方式を取っています。ガス化燃焼方式により何がいいかと申しますと、まず、クリーン化、燃えた後ですね、バイマスバーナーというのは燃えた後に塊ができるんですね、通常は塊。有形固形物、クリンカーと申しますけど、これが全くできないというのが大きな特徴。あるいはですね、木材チップ、あるいはですね、ペレット、等しか従来のバイオマスバーナーを燃やせなかったんですけど、これはもちろんそれを燃やせるんですが、それ以外、木製はですね、竹、あるいは樹皮というのを燃やせなかったんですが、それも十分燃やせる。あるいはですね、オデ等の粉体も燃やせる。あるいはですね、ここに書いてますけど、家畜糞、オデ、あるいは竹、樹皮、生ゴミ、RPF、何でも燃やせるんですね。それで、完全燃焼に近い形で燃やせて、クリーン化が発生しないと。それで、そういうことでございます。そして大きな特徴。混在燃焼。何でも混在して燃焼できるというのが大きな特徴でございます。
実際のこれが導入、実績の写真でございまして、温水利用での温水管ですね。それと、この真ん中の写真は、真ん中上の写真はですね、これ熱風利用、排菌床を燃焼させて熱風利用している写真でございます。で、この、従来製品の比較でございます、ワイマスパーナ、従来の比較でございますが、なんといってもやはり、火床がない、飛行士がないというのが特徴で、新しい燃焼方式、ガス化燃焼方式を取っております。これにより従来発生していた固形物、有形固形物、塊ですね、これが全く発生しないということ、それに完全燃焼に近い形で燃えますので、木材チップ、あるいはペレット以外にも何でも燃えるということでございます。粉体状のものまでも燃やせる、竹、樹皮はもちろんですね、おでかす、そういったものまでも燃やせるというのが大きな特徴でございます。それは何といっても火床がない、飛行士がないというのが一つあるんですけども、で、完全燃焼の力で燃えますので、未燃物が少ない、灰が少ないということ、従来に比べると非常に少ない、灰、未燃物が少ないということを言います。で、次に動画でございます。これがバイマスバーナー、ジュールアールのバーナーの燃焼状況でございます。化石燃料は一切使用しておりませんと言いますか、そのものが燃料になるということでございまして、これはノコグズの動画でございます。よく、火床がなくてよく燃えて、塊、クリーン化が発生しない。ガス化燃焼式で火床がなくて、完全燃焼で燃えて、クリーン化が発生しないということでございます。よく燃えてます。くるくるくる回転するのは、実は、本体も実はゆっくりと回転しているのが実際あるんですけど、これ言っていいのかな、回転するんですよ。この回転することにはですね、いいことだし、ね、あ、次、廃棄物。これ、汚泥です。汚泥状の粉体も問題なく燃える。ということでございます。これは従来、バイマスバーナーを燃やすことができませんでした。火起こし器ではまず難しい、困難であったと、うん。まず不可能だったということなんですけど、これについて言えば、ガス化燃焼器で燃やすことができる。火床がないためにクリーン化、要するに有形固形物、塊が、燃焼後の塊が発生しないということでございます。次に行きます。で、このシステム、燃料化システムについては、すでに日刊工業新聞に掲載いただいた、あるいは、九州経済産業局の調査、報告書にも掲載いただきました。あるいはですね、経済雑誌、福岡経済にはですね、手前ども会社、そして MIS、別々に掲載いただきました。週刊経済にも掲載いただいています。で手前ども今現在ターゲットを絞っているのが実は食品工場と栽培工場でございます。他にも今後は検討といいますか十分に展開考えられるんですが今のところはですね、食品工場と栽培工場に絞っているというのが実際でございます。まず食品工場についてですけれども食品工場は必ず温水を利用します。温水あるいはですね蒸気を利用していますので、その温水利用でのシステムの提案ご提案申し上げています。排熱で、まず有機汚泥、食品汚泥を乾燥させてそれを燃料化ということでございますが、この汚泥について言えばですね、凝水剤等の薬品を混ぜているのが通常でございます。そうすると安定的に燃焼しない、安定的に燃えないというのがございまして、それで木質、木材関連の木質と一緒に燃やすということでございます。木質といえばペレットあるいはチップで、リンツァ剤、間伐剤ですね、ある意味ではですね、そういったものを一緒に混在燃焼させて、それで温水を発生させると。その排熱を利用して乾燥させるシステムございますが、やはり灰は発生します。ただ、有機汚泥、この食品工場の有機汚泥というのは農地還元が可能の場合が多いございます。そういった意味では、農地還元ができればですね、廃棄物が一切出ない。廃棄物が一切なくなってしまうという、ゼロミッションという方向性を位置づけられる、ゼロミッションが可能であるシステムということが言えます。で、産廃工場についても、温水を発生させるということを考えているんですが、温水の工場内には、あるいはですね、排熱利用した乾燥機ということでございますけれども、これを温水をですね、乾燥機に持っていく。つまり、排熱と温水を利用した乾燥も可能であるということ。で、やはり汚泥でございますので、安定燃焼、凝集剤等の混ぜてますので、安定燃焼がなかなか難しいという点がございますので、木質と一緒に混ぜるんですが、産業廃棄物工場の場合はですね、廃木材、廃建材等が集まります。そういったものを一緒に燃やしてですね、燃焼させると、混在燃焼でございますけれども、それにより温水を発生させると。というシステムでございます。で、テストを何度も繰り返すんですが、低温乾燥で高水分率の原料を燃料化すると。
そして、新しい燃焼方式である、ガス化燃焼方式で、バイマスバーナーで燃やし、で、クリーン化が発生しない、塊が発生しないということでございます。で、このシステム、やはりコストというのが一番できます。コストが一番なんですが、社会的背景としましては、化石燃料の対策、化石燃料枯渇の対策、あるいはですね、再生可能エネルギーの利活用でございます。そういった意味合いではですね、エネルギー政策はですね、今後日本国内は特に再生可能エネルギーについて追い風が吹くと考えられます。あるいはエネルギーの分散化といえば地産地消での活用十分に可能でございます。地産地消であればですね、地域経済の発展につながる可能性も十分にありますし、地域での雇用の促進につながる可能性は十分にあるわけでございます。あるいはですね、カーボンニュートラル、CO2 削減につながるということでの地球温暖化防止、資源リサイクル、もちろん資源リサイクルなんですが、大量消費大量生産という時代から持続可能循環型社会形成にも役に立てる、あるいは化石燃料の燃焼した場合はですね、ノックスソックスが発生します。このバイマス原料を燃焼させたとしてもですね、ノックスソックスが非常に少ないということでの大気汚染防止にもつながるということが言えるわけでございます。で、この再生可能エネルギーは何も日本国内だけじゃなくて全世界的に今後はですね、利活用が図られるという考えでおります。そういった意味では国内だけでなく海外にも展開できるということは言えるというふうに思います。どうぞ皆様、ぜひですね、手前どもと業務提携あるいは販路拡大へのお願い、今日ご協力をぜひともお願いしたいというふうに思いしたいと思います。今日は最後までご清聴ありがとうございました。23分です。こんなもんでしょうか。これで午後の部4回、2部で4回、1部で4回、合計8回、午前中で5回ですが、13回行いました。一応これで、ユーストリーム、あるいはですね、このユーストリームでの動画録画というのは、終わりたいと思います。今後はですね、ちょっと自分なりに考えながら、ちょっとですね、どうするかはやりたいというふうに思い、やりたいと言いますか、練習するかどうかでまた考えたい。というのは仕事があるんですよね、なかなか。これ以外にやらなくちゃいけないことがありますので、あ、今ピーってなったな。誰に言ってもよくわかんないけど。ということでございまして。今日はご清聴どうもありがとうございました。で、明日、要するに最後に宣伝しておきますね。宣伝です。福岡ベンチャーマーケット、福岡ベンチャーマーケット、明日からございます。明日です。11時から展示会、新製品の展示会、11時から15、17時、5時までです。午後の5時まで。で、ビジネスプラン発表会は13時35分。13時35分から14時5分までです。その場合に私が登壇、要するにプレゼンテーションで発表させていただきます。ぜひともご興味ある方、足を運んでいただきたいと思います。場所は福岡市中国天神のアクロス福岡でございます。展示会場は8階、いや7階か、7階でございまして、そして、プレゼンテーションの行いますビジネスプラン発表会については7階でございます。で、この展示会、あるいはビジネスプラン発表会については、日本企業だけじゃなく、韓国企業も発表される、あるいは展示されるというのが実際でございます。ぜひともご来場いただければ 大変助かるといいますか、幸いでございます。ぜひよろしくお願いします。じゃあ、これで練習会はこれで終わりたいと思います。皆さん、さようなら。お元気ですか？私はから元気です。相変わらず。お元気ですか？それではさようなら。またお会いしましょう。さようなら。あっと。